バラダ川バラダ川は、シリアの首都ダマスカスを流れる主要な川。バラダという名は、寒いを意味するバレットから来たと考えられる。旧約聖書の列王記には、ダマスコの川アバナとパルパルとあり、アバナと呼ばれる川が、現在のバラダ川にあたる。ダマスカス市街を流れるバラダ川バラダ川は、ダマスカスから約2 7トル北西にある。 アンチレバノン山脈山中のアインフィージャの泉を経て流れているが、その源流はアンチレバノン山脈のただ中にある緑の谷間の町、ザバダニから8キロメートル離れたバラダ湖にある。バラダ川はザバダニの盆地を出るとステップを流れ山岳地帯の狭い渓谷を南東へ流れてダマスカスの平野へ出る。バラダ川はここで7つに分流し、 ダマスカスの南一帯に広がるあるグータのオアシスを潤す。ダマスカス城塞付近のバラダ川ダマスカスの東のオアシスや乾燥した大地には小さな内陸河川がいくつか流れ小さな湖や沼地へと流れ込んで消えている。こうした沼や湖の水は周囲の灌溉に使われているがその中で最も重要な川がバラダ川である。バラダ川が形成するグータオアシスは シリア砂漠のステップ地帯の中に忽然と現れる緑の豊かな地域で面積は370平方キロメートルもの広さに及び古代からの大都市ダマスカスを存立させてきた。しかし第二次世界大戦後の急速な都市化で1980年代半ばからはオアシスにも郊外住宅や中小の工場が進出し面積が次第に削られている。 またバラダ川も1990年代以降、降雨量の減少や人口の急増から流量の著しい減少に悩まされている。川の水がほとんど流れず、汚水も増えているため、特に夏季には深刻な汚染にも苦しんでいる。ありがとうございます。